男の人たちは、男の人たちはどこへ行ってしまったんだ。メールキラーウイルス、通称男殺しウイルスは、その名の通り男にしか感染しません。この世界には女しかいなくなってしまったのです。夢か、夢じゃないのかこれ。男だって。なんだよ、一体何なんだよ。さあ出迎えますよ。ねえケンシ君、ここもお願い。そこはご自分で手が届きますけど。どうせならケンシ君に洗ってほしい。ちょっとイエリス、後が使えているときは遠慮するものですわよ。ケンシちゃん、次は私です。その次は私、私の方が先だ。今日はショウゴさんの分も作ってきたんですよ。そんなのよりほら、うなぎのすっぽんゼリー寄せロール。ちょっとカンナギさん、邪魔しないでください。何よ、ショウゴは私のパンを食べるんだから。いいえ、私のお弁当を。違うわよ、私のパンよ。ちょっとカンナギさん、くっつきすぎですよ。いいじゃない、部活が休みの時くらい。鶴間さんは帰るときいつもこんな感じなんでしょ。違います、私そんなんじゃありません。へえ、じゃあもっとすごいことしてるんだ。してませんだろ。でもしたいとは思ってる。それはまあ。えあら、なーに、一緒に入りたいの。早く逃げた方がいいわよ、殺されちゃう。ヤメさんの部屋着エロい。髪型も三つ編みだし、なんか普段とは雰囲気が違うな。胸元も特盛りですね。今日ご両親は今日はいないよ。もうどうやって入ったの、ランコ。足鍵かけてたのに。いつものところにある合鍵で開けたよ。それより何してたのよ二人で。ちょっと純一をからかってただけだってば。それに何かしてくるような度胸ないし。よいしょ。みんな考えることは同じというわけですのね。そろそろ飯の支度をしないとな。買い出しに行ってくるわ。それなら私が何か作ってあげる。私も作ろう。じゃあ僕も手伝おうかな。無論私も加勢する。仕方ありませんわね。では私も。あんたはいい。ディアブロは疲れているのです。邪魔しないでゆっくり休ませてあげなさい。そんなこと言ってレムも一緒に寝る気満々じゃん。私はいいのです。それでディアブロが回復するのなら、私も一肌脱がせていただきます。ディアブロが気絶した。起きてください、ディアブロ。戻ってくるのが予想より300秒ほど早かったです。さすが。ですがこれも計算のうちですよ。むすびちゃん、そんなに怯えなくても優しく実験しますです。よっ
お風呂場がどうも騒がしいと思って来てみたんですが。つくねさーん、そんなとこにいないでこっちおいでよ。私のことは気にしないで、せっかく海に来たんだもん。目いっぱい楽しまなきゃ。モカさんがいないと楽しめないよ。ちょっと待った無理でモカ、パンダ今つくねの血を吸おうとしたでしょう。したでしょです。意外と胸あるんですよ、ゆいかちゃん。あ、このブラは先輩にプレゼントします。いりません。何考えてるんですか。つけてるに決まってるじゃないですか。変態。俺にしたことに比べたらノーブラくらい。他の男子にバレたらどうするんですか。ありえませんよ、そんなサービス。俺にはパンツまで見せたのに。つーか食わされたけど。先輩はユイカにとって特別なんですよ。奴隷にしたいと思える人はケーキ先輩だけです。それは全然嬉しくない。あれ、兄さんなんか妙に優しいな。そうか。俺はただお前の身を案じてたな。そうなんだ。でもここに綺麗に畳まれた女性下着があるのはなんでかな。おい兄さん、どうして鍵なんか閉めるの。この目、とりあえず湯船に。兄さんをたぶらかすのはどこがダメだ。やあ、クレハちゃん。この絵先輩。みのり、何それ。えブルモ。なんだと。コウタンこそ私に見とれとったんやら。イッチ。違うね、僕はブルマに見とれてたんだもんね。同じことやら。スクール水着だと。間違いない、これはスク水。しかも旧スクだ。旧スク。バカチンが。だし、ギュムギュムしてないで水田だけに日頃の意向は水に流してねっつってね。工作が言うなら。できる上に勤勉だなんて、ほんと素敵な殿方。そんなノルさんにもう一つおすすめの依頼が。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。私も冒険者になってノルのクエストに同行します。気まずい雰囲気。ノルさんは私の担当、大切なパートナーです。邪魔しないでください。それはこっちのセリフです。私とノルは死ぬまで一心同体なんだから。エマが手伝ってくれるなんて僕は幸せ者だよ。そう。ローラさんのためにももっと成果を上げてみせます。ああ、お、アカネさんですか。知ってるの。彼女もセイジさんの恋人ですよ。ちなみにセイジさんはもう一人恋人がいますよ。あ、いや、これには深いわけが。目が。犬ってこいつなんだ。アラスコに近づくんじゃないわよ。ちょっとユミ。大丈夫だろ。そうそう、お願いというからには報酬も必要ですね。いいよそんなの。せっかくですから、この私を望んでくださっても
いいのですよ。って、ちょっと待った。 ごめん、それじゃあ、そういうことで。黒金先輩、やっと先輩とお話できる。何やってるのよ、一輝。それは僕が聞きたいよ。君誰？私、同じクラスの日下部鏡です。先輩の大ファンなんです。よかったじゃない、新学期早々モテモテで。取材受けてあげたらいかがですか、先輩。ステラ、ねえステラってば。